ドットコムチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。高校野球ドットコムの下田です。今回は徳島天理ブソックスの矢内翔太投手を紹介していきます。矢内投手は2018年に四国アイランドリーグプラス徳島インディゴソックスに加入。投手としては小柄な体格ながら最速は149キロを計測します。2019年前期シーズンは主に中継ぎとして登板しリーグ優勝に貢献。着々と結果を残しアピールを続けています。はい、まっすぐだ。はい、まっすぐだ。おーらおーら、勝ったー。さあ、シュートは気にすんなよ。こっちのシュートは。はい、はい、最後に今シーズンの意気込みを伺いました。徳島インディゴソックス背番号2番矢内翔太です。今季シーズンで日本一を取って、今年のドラフトで MVP に入り、来年一軍で活躍できるような選手を目指してやりますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。矢内投手ありがとうございました。後期の活躍も期待しています。